イナ制作演奏家のカルベリツコです。今日はこの私の書いたオカリーナ入門、このテキストに沿って練習を一緒にしていきましょう。このテキストはオカリーナを初めて手にする方はもちろん、基礎の重要性に気づき始めた経験者の方にもお使いいただける内容になっています。初めての方も無理なく楽譜になれるように親しみのある曲を取り上げています。ある程度経験のある方も持ち方や姿勢など詳しく解説しているので、きっと新しい発見があると思います。それでは早速練習をしていきましょう。最初の方にはオカリーナの取り扱いや手入れ、そして音域とかいろんなことが説明してあります。まず最初に構え方です。オカリーナはこういう小さな楽器なんですが、これを落とさないようにと思って皆さんしっかり持たれます。でも本当はそんなにしっかり持つ、掴むという必要はございません、一緒に持っていってみましょう。まずオカリーナこんな風な形だと思うんですけれども、両方の親指の上に乗せる感じです。横から見るとこういう感じで、下の唇の上にオカリーナを乗せます。裏から見るとこことこことここ、結んだ三角形の面が地面と平行になっているように心がけてみてください。こういう感じです。そして最初に覚える指はシの音です。左手が親指、人差し指、小指、右手が親指、これを押さえて、さあ早速吹いてみましょう。こんな音が出れば正解です。どうぞ吹いてみてください。はい、きっと上手に吹けたと思います。この時小指ですね、左手の小指、これがぐーっと突っ張る人が多いので、これから先も時々注意していこうと思っているんですが、小指楽にしてあげてください。さあそれでは全体的なことなんですが、今日は座って吹く時の姿勢の注意を見てもらいましょう。皆さん楽譜を、とりあえずこのテキストを見られてるかもしれないんですけれども、楽譜に向かって体を正面に持ってくると結構これ上半身が窮屈になってしまいます。なので左足は楽譜の正面に向けて、右足は軽く開いて少し体が右に開くような感じで座っていただきたいです。そして上半身は楽譜の正面を向く。そして構えると肩や肘が楽になります。これが正面向いているとですね、こういう感じでなってしまうので、脇が締まってしまったり、手首がまっすぐになったり逆に曲がってしまったりなんかしやすいです。ぜひ下半身は少し右に振って、そして上半身を楽譜に向けて吹くと姿勢もきれいに見えますし、背筋もピンと伸びやすくなります。試してみてください。さあそれではこれでシの音、さっきのシの音覚えてますか？シの指で早速吹いていってみようと思います。最初に私が吹くので真似してどうぞシの音を吹いてみてください。合図をしますのでまずは聞いてみてくださいね。では参ります。さあどうぞ。もう一回やってみます。さあどうぞ。はい、ありがとうございます。きっと上手にできたと思います。それではですね、オカリーナを吹くときにとっても大事になるポイント、ブレスのことを勉強してみます。ブレスは息継ぎで、もう誰もが息継ぎはしています。生きてる間中息はしています。
けれども、その息を吸うということを意識することというのは普段はあまりないのではないかと思います。この呼吸をする、息をするということを意識するといいことがいっぱいあるので、このオカリーナを通じて呼吸に注目してもらいたいなと思っています。まず姿勢は先ほど練習したように背筋をピンと伸ばして、座骨右も左も同じバランスになるように椅子にしっかりつけます。足の裏も地面についていた方がいいと思います。足の指も親指から小指まで全部地面についていますか？どうでしょう。下半身がしっかりしたら呼吸をしていこうと思うんですが、まずは最初に鼻から息を吸ってみます。何回かやってみます。自然な呼吸の時は皆さん鼻から息を吸っていると思うんですが、オカリーナの呼吸の時は口から吸います。オカリーナのブレスというのは音を出すきっかけにもなります。ただの息継ぎではなくって音を出すきっかけになる、これとても大事なことです。音を吹く一拍前にブレスをする、これが決まりになってきます。やってみますね。1、2、3。もう一回やってみます。1、2、3。わかりましたか？今度はブレスに注目して、ブレスのことを気をつけて一緒に吹いてみましょう。また私が最初に吹くので合図をしたら吹いてみてください。いきますよ。さあどうぞ。はい、もう一回いきます。さあどうぞ。はい、きっと上手にできたと思います。それでは次に大事なこと、タンギング。このタンギングはオカリーナを吹く上でこれから先ずっととても大事なことで、今日はレッスン1ですけど、ブレスとそれからタンギング、この大きな2つの練習をします。ではタンギングの説明です。タンギングというの、私たち言葉を喋りますからその時自然としています。初めて聞く言葉かもしれないですけれども、必ず皆さんタンギングはできます。ただこれも普段意識していないというところがちょっと難しかったりします。ここではタンギングの練習丁寧にやってみたいと思います。まず皆さん声でトーと言ってみましょう。いきますよ、せーの、トー。もう一回、3、はい、トー。そう、その時に自分の口の中、特に舌がどんな風に動いているのかよくチェックしてみてください。もう一回いきますよ。1、2、3、ブレス、トー。もう一回、3、はい、トー。どうでしょう。きっとトという瞬間、これが上の前歯、ここが上顎の内側ですね。これがベロだとする、舌だとすると、最初上の前歯についていた舌がトーという瞬間に弾くようにトー、トー、こんな風に動いていると思います。どうでしょうか。トー、トー、トー。今度は声を出さないで息だけをタンギングしてみようと思います。息だけをタンギング、なんだかよくわかりませんけどやってみますね。こんな感じです。1、2、3。そう、もう一回、3、はい、もう一回声を出してやってみましょうか。1、2、3、はい、トー。声を出さないで舌の動き、これがタンギングなんですが、連続してやってみたいと思います。声を出してやってみましょう。トー、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 トー。声を出さないで
もう一度声を出して、トー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 、声を出さないで。そう、よくできました。それでは今度はそれをオカリーナでやってみたいと思います。四の指覚えてますか？楽器の向き、姿勢もう一回チェックして、それでは四の音で今のトートートーをやってみたいと思います。まず私が吹くので、次に繰り返してやってみてください。いきます。どうぞ。もう一回やってみますね。とっても上手にできました。これがオカリーナ入門のレッスン1の内容です。詳しいことはテキストございますので、ぜひご購入いただいて、よくじっくり読んでいただくと、もっと発見があるかもしれません。また今日習ったことをおさらいして、好奇心を持って新しいことに挑戦してみてくださいね。では次回はレッスン2でラの音を吹いてみたいと思います。なんと初めての曲を吹いちゃおうと思います。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。